サーの夏美です。コレオグラフとかレッスンとか、あとはジャズファンクボックスってイベントのオーガナイザーをやってます。チームアンバサダーでも活動してます。一言で表すと、もう感無量っていう感じです。日本で世界でジャズファンクボックスを一番盛り上がるイベントにしたくて始めたんですけど、まあ、やっぱり最初だったんで不安な部分とか大丈夫かなっていう気持ちが多かったんですけど、もう期待以上、予想以上にたくさんのお客様にご来場いただいて、すごいフロアも盛り上がって、みんな楽しかったって出演者の方もすごい言ってくださって、もう本当に本当に素晴らしいイベントができたんじゃないかなと思ってます。まずは反響として、やっぱ会う人会う人にジャズファンクボックスお疲れとか楽しかったよっていう、なんて言うんだろう、ポジティブな言葉というかをすごいいっぱいかけてもらえてすごく嬉しかったし、ずっとお世話になってた方からもう最高に褒めていただいたりとか、いつもだったらなんだろう、言われないようなというかことをなんか伝えてくれる人がたくさんいて、すごく嬉しかったです。まあいろんな気持ちにはなったけど、一番は楽しかった。すごくとっても楽しくて、2022年一番楽しかったと言ってもいいぐらい、自分の中で大きい出来事になったなって思います。結構前からイベントをやりたいなっていうポワーンってしてたものがその現実になって、でも正直当日はそんなに実感がなくて、ガーってもうすごいスピードで進んでいったので、終わった後になんかみんなの SNS とか YouTube に上がった動画を見たり、みんなから LINE とか言葉をかけてもらった時に、ああなんかすごい楽しかったんだなって後からすごく思いました。一番大変だったことはなんだろうって考えちゃうぐらい楽しかったですなんかなんだろう、いやもちろん大変でした、大変だったんですけど、初めての経験ばっかりだったし、なんか予想をしないことが起きたりとかもあったんですけど、周りの人がすごいサポートをしてくださって、相談乗ってくれたり協力してくれる人がものすごくたくさんいたから、私はあんまりなんか大変って感じは全然しなくて楽しみました。はいそうで、実は2023年11月ジャズファンクボックスのボリューム2が開催決定しました。ジャズファンクボックスボリューム2はもちろんジャズファンクを中心としたイベントにすることは変わりなく、ボリューム1よりもバージョンアップした内容で開催できるように今準備をちょうど始めた真っ最中です。でも正直な話、全然内容まだ決まってなくて誰をゲストで出演していただくかも決まってないし、出演者の方もまだ全然声もかけてないし、でも自分の中でやりたいこと、新しい企画とかもちょっとずつなんだろう、書き出したり話したりしてるので、ボリューム1よりも盛り上がるボリューム2になることは間違いないです。そうですね、一応ジャズファンクボックスは公募がなくって、私がオーガナイザーとして選ばせていただいていて、そのジャズファンクっていうジャンルに特化してそこに何だろう、優れてる人たちを、まあ、勝手ながら判断させていただいて、もちろん何だろう、ずっと踊ってきた仲間とか先輩はそうなんですけど、あとは自分のクラスに来てくれてる子とか周りで頑張ってくれてる後輩とかに声をかけたり、あとはインスタ SNS が今とっても盛り上がってるというか普及してると思うので、そこもすごいよくチェックしてるので、 SNS 見てて、あいいかも、すごい出てほしいなって思った方には
こちらから連絡をしたりとかもしてるんですけど、私が探しきれない素晴らしいダンサーさんたぶんいっぱいいると思うんですよ。なのでボリューム2の開催に向けて、出演者オーディションというかオンラインコンテストみたいなのをやろうかな、やらないかな、うーんって思ったりしてます。ジャズファンクボックスの見どころは、一つのジャンルのダンサーたちが集まってるっていう、もうこれが一番の推しポイントというか、他のイベントには絶対ないところだと思うし、あとは全体の出演者のなんだろうレベルというかがすごく高いイベントだなっていうふうには自信を持っています。ジャズファンクボックスボリューム2に向けて、いろいろ私もボリューム1を超えたいと思っているし、今後もずっと続けていって歴史のあるイベントにしていきたいと思うので、皆さん楽しみに、していてください。